バルティです。はい、まあ、店舗名言いませんでしたね。まあ、違うもん来てますから。今日はね、ゲストをお呼びしております。この格好でお分かりだと思いますが、ナノちゃんお願いします。失礼します。パルハン新宿東北ビル店から来ました患者さん、ナノです。今回はね、もう一回やろうかということで、今回はゲストお呼びしております。マルハン新宿東宝ナノさんお願いします。よろしくお願いします。初めまして、ナノです。初のアイドル店員が来ていただきました。ありがとうございます。お願いします。お待ちしておりました。どうですか、実はあの皆さんお気づきだと思うんですけど、制服今交換しております。正直こっちの方がしっくりきてます。あ、しっくり僕は僕でこっちの方がやっぱホール業務的にはね、回りやすいかなと思うんですけど、しっくりきちゃってます。しっくりきてますね。あれまあ、今回はね、ちょっと来ていただいたんですけど、実はね、この動画を撮る前にいくつかね、あのショート動画を撮らせていただいております。どうでした動画を撮った感想は。いやー、難しいですね。難しい。あまりそういった動画撮ってないですね。そうですね、普段はダンス動画しか撮ってないんで、セリフありは初めてでした。おー、セリフありも、いっぱい撮りましたんでね、そっちはね、そっちで、はい、候補期待ということで、私の女優魂を見てください。でもなかなかね、やっぱり演技もすごいし、あ、本当ですか。まあ、まず可愛いですし、ね、可愛いですししか言ってない。可愛いですし、もう全然噛まなかったですし、はい、可愛かったですし、セリフもね、すんなりと覚えてくれましたし、可愛いですし、可愛いですし。何が一番良かったというか、おすすめというか、ですか。まあ、出来上がってはないんだけど、これは絶対見てほしいみたいな。個人的にはあの気まずくなっちゃう。ああ、はいはいはい。気まずくなっちゃう。テイク5、6ぐらい。いや、噛んでないです。いや、スタートで言いましたよ。噛んでないです。あ、そっか。噛まなかったですよ。バルハン新宿東宝ビル店から来ました患者さん。個人的にはあれが一番好きです。マレッティ何が一番好き。あ、私はもうあれですね。某お笑い芸人をオマージュさせてもらった。いただきましたよ。まあ、私もね、ちょっと役になりきってみたんですけど。さすがです。ありがとうございます。いや、もう本当に奈々さんの方が可愛いし、もう僕なんかよりも、これちょっと X アリーナであげるんですけど、僕なんかよりも奈々さんを見ていただきたいなと思います。俺はでも、あの日本一。ああ、ね、日本一ね。あれが一番刺さった。なかなか多分ホールで見れない奈々さんを見れるんじゃないかなって。そうですね。まあ、あれはフィクションなので。フィクションですよ。まあ、そうですね。フィクションです。あれをやってたらちょっとやばいですね。まあ、ということで、いろんなたくさんの動画撮ったんで、まあ、皆さんそれはアップ次第交互期待くださいませ。はい。ただですね、今度は奈々さんですね、せっかく来ていただいたので質問コーナーを、多分皆さんも気になってるような質問、まあ、私もね、やっぱり一アイドル店員ファンなんで、まあ、ちょっとファン目線でね、ちょっといろいろ聞きたい。ナノファンではないんです。あれそうやってさ、そういうこと言うのは、リオンちゃんってご存知ですか。はい。帰っていいですか。いや、ちょチャンネル登録だ。まだ冗談やな。ナノちゃんが一番決まってるじゃないですか。俺アンジェリカ。あれ。いや、チャンネル登録だ。よろしくお願いします。はい、質問コーナー。まずはですね、年齢は。怖い逆質問してもいいですか。はい。いくつに見えますか。いや、僕今日一日一緒にやってたんで、やっぱりその可愛さで、やっぱりアイドル店としてナンバーワンなところを見て、リアルにガスで答えてみますか。はい、22年ファイナルアンサー。ファイナルアンサーです。正解は24歳です。おー、でも似合いますから。惜しい。バレティ何歳に見えますか。二脚質問だね、これは。もう怖いな。あれもう全然もう失礼のない。いやいや、リアルしないんだよ。めっちゃ怖い言葉だよ。そしたら、20歳とか言わないとダメになっちゃう。いやいや、冗談です。27。僕がですか。じゃあ編集 D は。同い年ぐらいだと。おお。怖い。2人とも昭和生まれです。昭和、でも昭和生まれってことは、私平成11年なんですよ。はい。だから11。10個以上より一回りは。じゃあ30代ですか、それに。2人とも30代です。わかんないよ。まあ、私が今年36の年で、今年40です。本当に来てます。逆差しようとかしてないですか。してます。違います。
はい、ということでね、年齢が分かったところで、じゃあ続きまして、ナノっていう名前の由来は何なの？ああ、私、アイドルオタクなんですよ。はい。で、その中でも、千吉かなごちゃんってことなんですか？元少年院に入ってて、まあ、今ちゃんと構成されて、アイドルやってるっていう子がいるんですけど、その子が好きで、まあ、そのかなごちゃんっていうところから文字を取り立てて、いろいろ試行錯誤した結果、ナノって名前になりました。本名とか関係なしに、じゃあ、そうその名前になったって全く本名とは関係ない。意外ですね。ちなみに私はもうバキバキに本名が取ってたんで。あ、そうなんですか。本名はちょっと別に出さんし言ってもないし普段勤務してるときはホール業務って何をしてるんですか？ホール業務、本当に普通のスタッフと同じことしてます。ドル箱交換とか。そうです。パチンコの業務もやるし、スロットもやるし、カウンターにも入るし、メダルの交換もするし、はいはい、トラブルあったら直すし。トラブル直せるんですか？ちょっと苦手苦手ですけど、人並みぐらいはできるはずです。で、その会いに行くってなった時は、まあ、ホールのどこかしらには出勤日だったらいるっていう。そうですね。カウンターの隣に私のパネルがあるんですよ。イラスト化された、はい、そこに出勤してるか休みかって書いてあるので、出勤中だったら多分どこかにいます。どこかにくるぐる回ればどこかにいます。なるほど。だそうです、皆さん。はい、マネッティも作ればいいね。いやいやいや、マネッティ出勤中。イラスト描きましょうか。イラスト描けるの？いや、全く描けないです。棒人間のイラスト。マネッティやからこのぐらいでええやろ。で、なんか名札みたいにつけてバネって書いて。まあ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 、それはそれでありかな。あと書いてみて。あと書いてみて。サイン入り色紙みたいなのが俺的に会いに来るって言ったんですけど、普段どんなお客さんが会いに来たりしますか？本当にその私を目当てに会いに来てくださる方もいれば、もともと東宝ビル店のユーザーの方で、うちに来つつ、会いに来つつみたいな方もいます。例えば、すごい遠くの方から来たよとかっていう人いるんですか？いますね。一番遠くてどの辺だろう。多分名古屋とかそっちも、ね、おすごい、もっといるかもしれない。全部言ってみれば。もう覚えてないんですよ、私。すごい記憶力悪くて、これちょっとこれ格好がここなし。女性ファンってどれくらいいるんですか？ないです。あ、女性ファンなんだ。回だけ私、インカムとかで呼ばれるんですよ。ナノちゃんに会いに来てる人がいますって。女性の方ですって言われて、えっと思って、めっちゃウキウキしに行ったら、マルハンの方でした。他の店舗の、まあ、ちょっと SNS やってる方が、多分新宿に遊びに来たついでとかかなで寄ってくれて、もちろん嬉しかった、それめちゃくちゃ嬉しかったんですけど、はい、あ、仲間だったって。ちょっと話変わるんですけど、エクスアリーナ東京はご存知でした？正直な話、あ、もう全然全然いいです、全然いい。名前は聞いたことあります。名前は聞いたことあります。1個だけ補足すると、ごめんなさい、私もともとユーザーじゃないので、あんまりコールは詳しくないです、まあまあですね、ごめんなさい、はい、ごめんなさい。まあ、でもそれはそれはもうしょうがない。すいません。俺のこと知ってました？花県の時に。ああ、花県ね。はい。ちなみに、来たからフォローしてました。私からフォローしてました。そう、先なんですよ。ちなみに今何人？ TikTok はバカなんだから、100何万人、いないです。100何万人いたら、バカで働いてないです。10万とかじゃなくて。そんなにないです。1万いくつです。Twitter が5000ちょい。TikTok が1万8000人。1万8000人。すごい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 。そしたら質問がだいぶもう。何か質問ありますか？ないよね。興味ないもん。興味ないもんね。言った方がいい。興味ないです。興味ないです。今日なんか仕事でって言われたのに来ました。呼びつけられたの？呼びました。お呼びしました。いや、なんなら僕が行こうとしました。さあ来てくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとじゃあね、最後にね、俺は聞きたいです。やっぱりちょっとアイドル店員なんで、僕絶対このトークを女性とした時聞く質問が1個だけ、はい、ここは絶対来ると思いました。どう思います？俺はナノさんを信じていないと思う。あ、ファンの皆さんが好きです。ここカットします。誰も口説いてくれないんですよ。ああ、なるほど。バネって今フリーじゃないですか？あ、もう僕は一生フリーですよ。告白してみたい。もうピシャッてやる。フル準備から始まっちゃう。あれですよね、リオンちゃんが好きなんですよ。じゃあリオンちゃんは何だろう。いや、リオンちゃんの本命ですよね。浮気？違う、これ恋愛対象とかの話じゃないですか。はい。で、今、例えば仮にじゃあお茶でも行きましょうよ、はこれまた違くないですか？お友達からみたいな。いや、でも本命がいますよね。
でもフリーですよ、私。でも本命がいますね。これ面白いな。グーの音も出ない。まあ、今日は一日本当ありがとうございました。ありがとうございました。はい、エクサイル東京に来ていただいて、また良ければコラボ。はい。やっぱり新宿東宝マルハンじゃない、マルハン新宿めっちゃ失礼ね。マルハン新宿東宝ビル。ビル。天。ナムさんとね。まあ、やっぱりお互い切磋琢磨していく、良きパチンコ店として。はい。店舗の垣根を越えてコラボができたんでね、はい、また近いうちにご一緒できたらよろしくお願いします。お願いします。楽しかったですか。楽しかったです。こういうのも悪くないな。はい。うちにはちょっとそういう面白いこと考えられる人はね。いや、本当、また私はすごいお誘い。はい、面白いネタは。推しレベルが変わってきてる。あ、リオンちゃん抜くかも。ランちゃんのリオンがいい子だから、いい子だから。いい子だよね。え、いい子だよ。本当ですか。なんか、もうちょっとツンツンしてるのかな。っていうよりも、アイドルアイドルなんだけど、しっかりしてる。聞きました、後ろの人たち。聞きました。聞きます。関係者の方が後ろに言うんですけど。花系の日のマイク、すごいな。今日はもう本当にすごいかっこいいなと思います。ありがとうございます。また、ね、はい、近いうちお会いしましょう。はい。はい、ということで、この他にも、YouTube ショート、いっぱい動画上げますので、まあ、そちらの方でもお楽しみに。はい。では、本日は、マルハン新宿東宝ビル店の奈々さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。私は誰ですか？リオンちゃんです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、でも俺はちゃんと大切に2枚持ってますからね。二股長い。信用ならないな。チャンネル登録がまだ終わってないぞ。